三菱自所、サイモン神戸ミタプレミアムアウトレット神戸、ミタプレミアムアウトレットは、兵庫県神戸市北区の神戸リサーチパーク、加密大内に位置する三菱自所、サイモンのアウトレットモールである。2007年7月6日の開業、同社の公式サイトによれば、パサディナが施設のモデルになっているという、第3期増設により、店舗数が220となり、 アウトレットモールの店舗面積順位で国内第2位となった。2017年10月より第4期増設工事が開始され、2019年10月の完成を目指している。完成すれば日本最大のアウトレットとなる見込み。証券は近畿県2府4県にとどまらず、岡山県、香川県、徳島県、鳥取県東部、三重県伊賀、 福井県若狭といった広範なエリアも狙いとしている。周囲を3本の高速道路に囲まれており、自家用車によるアクセスの利便性に富んでいる。公式サイトにおいては、新神戸トンネル有料道路、東大阪ジャンクション、京都南インターチェンジ、舞鶴東インターチェンジ、鳴門インターチェンジ及び岡山インターチェンジから、当施設に近い長尾ランプ及び神戸、 三田インターチェンジまでの案内が記載されている。また2014年7月20日、舞鶴若佐道が全線開通したことにより、北陸方面からのアクセスも良くなり、福インターチェンジからの案内も掲載されている。なお、駐車場は広大な敷地を有効活用した平面駐車場及び増床に合わせて新たに建設された立体駐車場があり無料開放されている。 また併設されているイオンモール、神戸北とは同施設間を行き来できる歩行者専用立橋で結ばれているため、どちらの駐車場に停めても両施設の利用ができるように配慮されている。外観夜景鉄道での最寄り駅は直線距離では道上南口駅だが、一般的には西日本旅客鉄道三田駅、神戸電鉄三田駅となる。他に JR 新三田駅、 神戸電鉄、新鉄道場駅、岡城駅なども周辺駅となり、下記の直行バスの運行があるが、三田駅からの新規バス本数が最多である。ありがとうございます。